心の光を見せなきゃならないんだろう。はい。いやー、結局ね、サポートセンター電話かけたんですけれどもね、はい、そしたらね、まあいろいろね、まあこういう事情でちょっと起動しませんと、はい、そしたらね、なんか調べてくれたらしいんですよね、はい、ちょっと お待ちくださいと、はい、で一応なんか折り返しお電話しますということで待ってたら、いろいろなんか向こうで作動確認とかしてたみたいで、するとね、私何を勘違いしたかね、まあこのね説明書通りにまあ起動しようとしたわけですよ、はい、でこうやってね電池を入れて、でこう本体の底底面にあるねスイッチをオンにしたんですよね。そうすると本体の受信部にリモコン送信部を向けて起動スイッチを押してくださいって書いてあるんですけれども、私ねそれを勘違いして、そこにあるスイッチを押せばあのもう起動音が鳴ると思ったんですよね。ここに起動音が鳴りユニコーンモードになりますと、はい、なのにオンを押しても何のうんともすんとも言わないんですよ。なのでちょっと電話したんですけれども、そしたらねここに書いてあるリモコンの送信部を向けて起動スイッチ、起動スイッチがどうやらリモコンの方にあるらしいんですよね。だから必死にここオンオフやってたんですけど、それつかないわけだよね。なんかこっちで操作しないと起動しないらしいんですよ。それを知らずにちょっとサポートセンターに電話かけて迷惑をかけてしまったということでね、一応試してみたら普通に動きました。はい、いやめっちゃ恥ずいわこれ。皆さんもねちょっとそこら辺ね、まずね、うん、本体を疑う前に自分を疑いということでね。はい、で、スイッチも入ってる状態なんで、でこちらがリモコンですよね、はい、コントローラー型リモコンで、ここがもう赤外線になってるのかな、受信送信スイッチ送信部、うん、なので普通はこういう感じらしいですね、持ち方は、はい、でこれが起動スイッチらしいですね、はい、でこれを押します、いきますよ、光りましたね。めっちゃ普通に動くやんって。これははず、はい、ということでね、これちゃんと起動しましたんでね、これ変形させてみましょう、はい、ではまずね普通の状態、普通の状態、こちらここをね短めに押すと、ユニコーンモードの覚醒モード変形するらしいですね、はい、いきます、ということでね変形するんですけれどもね、ちょっとこれアンテナが見えてないのこれね、はい、こんな感じで、これをねもう一回押すと、これは普通に電源がオフになるんですけれどもね、でこの状態で今度青い水色のこのボタンを押すと、はい、赤い発光に変わりますね、はい、これはねあの発光色を変えるボタン、はい、でこちらが起動スイッチ、これのね押す長さによって変わるんですよ、はい、でまず元に戻しましょう、はい、これねもう一回押す、はい、元に戻りました。この状態でねこちらのボタン、これ A ボタン、 A ボタンっていうらしいんですけれども、まあ、A ボタンを長押しします、ごめん。
ということでね、劇中のセリフとともに変形するというね、はい、ギミックがあります。でこれをもう一回元に戻しましょう。で一応ね、このね送信部の半径はね、ここに書いてある範囲内ですね、この角度、この角度内じゃないと反応しませんということでね、はい、かなり、近くないと無理っぽいですね、はい。で今度はね、こちらの B ボタンっていうのがあるんですけれども、こちらの B ボタンを短く押します。バナーズリンクスユニコーンガンダム、いきます。と言ってね、変形します。まあ、基本的にこれ覚醒状態の緑色の発光が基本らしいですね。はい。でもう一回押しますね。はい。で今度はこちらを長押ししてみましょう。はい。ですね、はい、こちらの4パターンになるんですからね、はい、4パターンですね、はい、はい、という感じなんですよね。まあ、一応ここのコントローラー、まあ、ここのねスイッチ部分はお飾りです、はい。まあ、だから遊ぶ時はね、まあ、こんな感じでこう向けてね、まあ、こうやってペコペコンペコペコンってやりながら、ここら辺をね、感じでね、遊ぶっていうことでしょうね。はい、まあ、こういうね、はい、めっちゃこれ裏蓋つけてないんですけれどもね、はい、まあ、このあとね電池抜くんで、はい、まあね、電池は入れっぱなしにするとね劣化して液漏れ起こすんでね、必ず遊ばないときは外しましょう、はい、って感じですね、はい。で肝心のガチャガチャのシステムですよね、はい、そちらをご紹介したいと思いますが、それがねこちらをまずクイッとね上に上げます。で、はい、電源が落ちましたね、はい。でここのね部分、ここの部分にあのレバーっていうかペダルがあるんですけれども、これをね、これを下に押すとね、こうポンって出てくるんですよ。それだけなんですよね。これはちょっとチャッチーよね。その部分ちょっとチャッチーなって思うんですけれども。で、これ入れるときはもう一回押してね、元に戻す。はい。でいきます。もう一回今度勢いよく押してみましょう。いきますよ、せーの。あ、やべ、やりすぎた。はい、という感じでね、あのカプセルが射出されるっていうことですね。今度は落ちないようにこっちでいきましょう。はい、いきます。ここのね、ここにペダルがあるんで、これを勢いよく下げる。勢いが足りませんでしたね。いきます。
はい、ということでね、こういうことなんですよね。はい、いや、ガチャガチャマシンとしてはどうなのっていうね、カプセル1個しか入んないしね、うん、まあそういうのを総合してみてねまあ皆さんはどうかお感じになられたかなと思います。はい、うん、まあこれはもう普通にプレミアムバンダイで正規で購入はできないんですけれどもね、まあ、買うんだったら、フリマやオークションで購入するという感じですね。はい、まあ、気になった方は手に取って見ていただけたらわかると思います。はい、どういう感じなのかっていうのがね。はい、まあ、でもねこの本体フィギュアっていうのかな、うん、これ自体はめちゃくちゃかっこいい、うん、それは言える。結構ねメカニカルな感じだし、でとりあえずねもうこの、まあ、フレームがねパール塗装されてるのかな、ちょっとパールっぽいんだよね、うん、で顔もかっこいいしね、うん、精湛な顔つきで、マーキングとかねそういうのも細かくあります。はい、背面とかね、はい、あ、これとかはね普通に回転台座に乗せれると思うんで、回転台座に乗せてねご紹介して終わりたいと思います。はい、いやーほんとこれはねちょっとバンダイさんに申し訳なかったね。いや全然ちゃんと確認してなかった、私が悪かった。はい、ということでね、はい、いかがだったでしょうか。まあ、これを参考にしていただけたらなと思います。はい、まあこの後ねガンダムコンバージご紹介するのが控えてますんでね、この機会にガンダム好きな方チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。解き放てば愚かな僕の積み重なる変えない。